人にもよると思うんですけど、僕の場合はですね、だいたいね、2週間ぐらいからね、痛みが本当になくなってきて、朝ランニング、僕よくランニングするんですけど、ランニングして、まあ、寝て朝起きて、だいたい階段降りる時のが結構痛いんで、それがなんか何年ぶり、もう十何年ぶりぐらいに降りる時の痛みが、ね、ない。それがね、本当に、あ、すごい感動的だなと思って、やっぱりこう普段のこう当たり前のことがこうできるようになるって、本当こんなに嬉しいことはなんですよ。患者さんになった気分、でした。で、あの今ね、あ、そこまで悪くないんだけれども、ちょっと期限が切れちゃうんで、もうもったいないので、右の足首をちょっと、前回左だったの、前回左です。あ、で調子いいから右もやってほしい。左全然大丈夫。左にしようか、右にしようか、ちょっと迷ったんだけど、左の方がいいのかな左の方がいいのかな。佐々木先生、あの、はい、今回も、はい、よろしくお願いします。佐々木先生、よろしくお願いいたします。わかりやすいんでしょうね、多分ね。そうそうそう、まあ意外とね、帰ってくれる。再生量注入し終わった後はちょっとやっぱり、ね、重みが出て、足首がね、通常よりもちょっと硬くなるね。僕もやった時そうだったんですけど、動かしてると結構良くなりますね。そうですね、逆にこうなんか動かさなすぎると硬くなっちゃいそうな感じがあって、だろうね、回復因子が強いと、なんかそのままね、硬直起こしちゃいそうですね、うん、これで在庫なくなる感じ。在庫なくなりますね。左側はね、最初に左やって今4ヶ月、もう4ヶ月経ったんですね。4ヶ月、この間ずっと痛みなしっていう感じですか。痛みね、どっかで一回ちょっとあれって気になったんだけど、もう今は全然大丈夫。ただやっただけじゃなくって、自分もね、その後良くしたいから、あのリハビリ、可動域訓練はあのやってます、維持のために。やっぱりリハビリとの組み合わせが大事ですかね。そうね、うん、あとはやっぱり改良はしてもらいたい。改良ですか。うん、 BFCFD 自体、そんな風に、うん、やっぱりね、言ってもね、9割あ、残りの1割になるでしょう。なので、はい、やっぱりその有効はね、本当にこう限りなくこう全員に近いような状態に、なんか因子をちょっとね、なんか増幅させるとか、そういうようなことをもしできるんであれば、そういう改善っていうのは欲しいな。なるほどね。だって商品がずっと同じってことでしょ。確かそうですね。ああそう、商品ね、商品だから、改善を、改善を、そうそう、プロダクトライフサイクルですね。そうそうそう、経営の話が入ってきますね。そう、どうしてもちょっとそれは改善してもらいたいね。そうですね。そうですね。お願いします。はい。今回は注射の痛みはどうでしたか。この間と同じぐらいかな、そんなにこう初めのチクっていうのだけで、やっぱ重みはちょっと感じるんですけど、多分、ね、この後だから歩いてみると結構ありますね。そう、足首に、まあ、6cc、 はい、 OK、 はい、お疲れ様です。差が出るね、うん、このぐらい、うん、まあ、ほんと数度って感じ、うん、まあ、ちょっと硬さが出る、まあ、でもありがとうございます、はいはい、これでまた痛みが取れるので、継続的にやっていきたいと思います、うん、僕は予防していきたいので、多分年1ぐらいで多分やると思います。
それでまた引き続きお願いじゃあ佐々木先生と2人でではまたーす。